はい、どうもみさん、こんにちは。ちょっとね、機材の不調でね、またね、川崎の火曜日のね、メイン競争を撮ってましたらね、スポーンって動画飛んじゃったんでね、すいません、もうちょっとね、6番手まではね、決まっちゃってますが、ちょっとね、行きたいと思います。まあ、7番、スケール船橋から、そして大井から、JRA 浦和、船橋、浦和、で、ラッキーモンキーは大井かな。で、これも大井、川崎と。川崎からは2頭で、遠征馬がね、ちょっとね、9頭とね、まあ、トータル11頭で、距離2000メートル。うん、まあちょっとね、遠征馬が多い競争です。東京スポーツ手話通販。まあちょっとね、SKR より、川崎のここ金層3連勝してて、まあちょっとね、最内で、まあ先行馬として面白いので一応丸。でまあ、スマートファミリアね、ローテーションきつそうなんで、消しております。まあブレイブマンもね、同じく。そしてキャッスルクラウン。まあ前々走の川崎2000の、競争ね、2着、まあ追って2着だったんでね、まあ一応この子白三角がね、先につけております。一応ね、この子でございます。前々走。まあ、最高峰からね、追ってって、まあ2着と。まあ本当だったらね、コーナー2、まあ1周するんでね、きちんとね、もうちょっとコーナー見たいですけど、まあ4個しか出ないんでね、ちょっと申し訳ないですね。まあでもあれか、1周して、重々で、まあ、あれか、最後の直線コースで多分一気に追った感じなのかな、ちょっとわかんないんで申し訳ないです。そして、一応ね、タマモベルモット。まあこの子ね、国母厩舎の馬なんですが、まあここ金層はね、まあ、マイルをね、主に走ってたんで、今回プラス400となるとね、まあ、もしや1600、まあ、1800とかね、浦和か多い含めて走ってないんでね、ちょっとこの子どうなるかなって感じがしますがね、ここ金層 SKR には3連敗消してるんでね、まあ、1600ですら。まあ、そのね、一応、最内入った SKR よりもね、まあ、こちらも2000はどうなるかなっていう感じがする馬なんでございますがね、まあちょっとタマモベルモットには勝ってるんでね、一応まあ最内なんでちょっと評価しましたけど、一旦消しましょうかね。ちょっと一旦これも評価落として、ちょガヤルド上げとくか。ちなみにね、このまあ、ガヤルド、川崎の馬なんですが、柴田大地騎手乗っております。JRA からは一応移籍は、2戦目でございます。あ、失礼、移籍6戦目でございますが、JR 時代内田博之騎手でね、2400、5番手からまあそのまま伸びきり勝ちということなんでね、まあ中距離、下手すら川崎記念なんかもね、来たら面白い一頭かなとね、個人的に思います。まあでも、ただ、勝てるかどうかって言われたら疑問なところでございますがね。まあ、距離もそんなに不適合名はないと思いますが、一応2番手にしております。8番、ラッキーモンキー、笹川翼騎士、大井からの一頭。この子は3歳馬か。パイロか。となると、パイロだろ、パイロだなって聞いた瞬間に、中距離無理だなと思った瞬間、ほぼ無理だ。いいとこ1800の多い4番手から勝ってるぐらいで、2000となるとね、多い2競争飛んでるんで、まあ、楢崎康介騎士だから飛んだって言いたいですけど、まあ、クラトリガーに負けてるとなるとね、ちょっときついでしょうね。はい、次行きましょう。9番、雪のスライダーは、矢野孝之騎手多いからの1投。7歳馬か。JRA からの移籍は2戦目、前走は、で、距離 1400m、瀬川雅樹氏12着。障害で競争中しか、馬は大丈夫なのかな。ちょっと5月の新潟の障害戦、ちょっと見てみましょうかね、調べて。JRA か。5月だともう半年も前だから出てくるかな。ちょっと待ちくださいね、今出しております。この雪のスライダー、この5月6日のね、レース時、わかりました。結果で言いますと、13番雪のスライダーを、これですね。この時は、2周目4号障害のハードル、飛越着地時に、転倒したため競争中止。ちなみに競走馬の怪我としましては、まあ、箱ってことか。右前足の箱でいいのかな？まあ一応ね、これなんですけど、一応右前のね、箱を手出てるんで、まあそんなにね、まあ大ダメージでもなかったのかなと思いますが、まあ一応前走折ったら12着と、まあ、伸びきれずってことなんでね、まあ障害の4歳以上オープン勝ってるんでね、まあ、このまま障害レースにいてもよかったのかなと思うんですが、まあわざわざこっち来たとなるとね、なんとも言いづらい面はありますが、もともとダート競争は2014年勝ってたんだ。先行して勝ってて、岩田康則騎士でも2連勝目か。
そう考えると、まあちょっとね、競争中止の後ね、まあ休んでますが2戦目なんでね、まあちょっと怖いところあるんで、一旦この子もね、ちょっと、まあ知らんぷり。まあてか、ローテーションもね、結構この子きついんでね、前走12月1日の金曜日なんでね、まあちょっとローテーション的にも少し休ませてあげたいかなと思いますんで、蹴ります。10番、サンドプラチナ、柏木崇弘騎手は多いからの一頭。まあ、結構この馬ね、柏木騎手乗ってるイメージがありますが、柏木騎手が乗ってるイメージありますが、全然乗ってねえじゃん。アーバンステージ賞からか。マシマ大好き騎手で、2000メートル前走の多いは、逃げて3着と。で、5番手つけて1800が勝ってると。そうなると、待って、オーズに負けたのか。待って、オーズに負けたのは若干話変わるぞ。オーズに負けたか。さあ、怖い一頭出てきましたよ。サンドプラチナ。星つけとくか。最後11番、川崎からジャーニーマン。マシマ大輔騎手。JRA から来たんだ。だいぶ経ってますけどね。まあいいや。まあちょっと、これは過ごしてみましょうかね。前走東京記念赤岡秀司騎手で。先行したけど10着と。で、川崎の中距離となると、今年の4月2番手ですけど、本橋幸太騎手で1着。あのタマモールに勝って、タマンベロモってのも1600で勝ってると。で、ベルゼブブには負けた戸塚記念は3着と。そうなると、ジャーニーマン、本命でいいんじゃないですかね。まあ、マシマ大輔騎手乗ってるんで、一応こちら本命にしたいと思います。2番手評価にガヤルド。3番手評価にちょこっとここ変更します。キングミニッツ3番手、キャッスルクラウン4番手評価。で、ちょっとエスケアレルね。一応川崎3連勝してるものの、距離がね、マイルの1600っていうのね、懸念して、ちょっとね、今回はね、評価を落とします。まあ、戦後1600なんでね。まあ、後ろから行ってるからどこまで伸びるかはありますけど。まあちょっとね、まあ、そうなるとジャーニーマンがガス欠しかないんでね。あとはキングミニッツがね、後ろから行くのか前に行くのかによって、だいぶ変わっちゃうんでね、まあ、やり方が。まあちょっとキングミニッツの3番手評価はね、このメンバーだとね、まあ致し方ないと思いますがね、まあ一応この評価にね、しておきたいかなと思います。それではね、一応最終順位数の方を取りますんでお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。